10番、これは長さ A、B の2つの符号があって、A、ダイナー、B と、ね、A を B で測ったら B が2つと長さ C 残って、その B を C で測ったら C が3つと長さ D 残って、その C を D で測ったらちょうど半角だと、B の式で表せると。長さ A のロープ、それをと B のロープがある。その B の A のロープを B のロープで測ると B2 つ分と C になると。でそのもうちょっと大きいかな。B2 つ分と C になると。で、今度の B を C で測ると C が3つと D。C が3つとちょっと奥辺になりましたが D のこと。その C を D で測ると D がちょうど3つになったと。で A を D で表せと。とりあえずこの A と B の C の関係はこの上の図で言うと A は B を2つと C だから 2B プラス C であると。ところがその B というのはこれは C3 つとだから 3C プラス D と、そうすると、このここの B を書き換えると A は 2B の B のところが 3C プラス D ですね。それに足しとこうですね。ところがその C というのは D にして C は 3D ですね。これ 3D に書いたらいいですね。2括弧 3×3D足す D 足す 3D、 これで C を 3D に変えたと。 OK でしょうか。ということは2括弧3が 9D プラス D プラス 3D、ね、9D 足す D 10D やね。これ 2×10D 足す 3D 20D ですね。足す 3D ということは 23D でね、つまり A イコール 23D、 こんなものありますね。 OK でしょうか。